タートいたしましたのは7番日本大学吉永和真選手と王将です。現在減点ゼロでゴールいたしましたのは同じ日本大学2番本田真由選手と王校ただ1人馬。その後減点4点で続きますのが専修大学近藤直人選手とガルビーノ、そして日本大学吉岡隆之選手と応援となっています。さあこの競技限定ゼロの選手が2人出ますとジャンプオフが成立いたします。さあここまで限定ゼロの吉永選手と王将、2次場目の限定ゼロになるでしょうか。さあダブル障害 A から B とギア、さあ残り